今回は坂道グループの実家が飲食店を経営しているメンバーを紹介していこうと思います。皆さんご存知のメンバーや意外と知られていないメンバーなどもいるので、近くに寄った際などはぜひ寄ってみてください。遠藤さくら。愛知県出身の遠藤さんのご実家は蕎麦屋さんを経営しており、名前は遠そば。番組でもたびたびその情報が出てきており、格闘家那須川天心選手にも番組のエクササイズ中に、遠藤さんそんなんじゃ腰のあるそばは打てませんよと実家いじりを受けています。ちなみに遠藤さんはこの時急な実家いじりに驚き、エクササイズ中にフリーズしました。そんな遠藤さんの実家遠そばは実は愛知県に3店舗存在しています。中でも錦一丁目店は遠藤さんのサインやグッズ、店頭には遠藤さんのタオルが飾ってあるとのこと。さらに遠そば美腕店には大行列の情報も。遠そばさん店舗には駐車場がないとの情報なので、ご来店の際は気をつけてください。藤吉かりん。大阪府出身の藤吉さんのご実家はしゃぶしゃぶ屋を経営されており、名前はしゃぶしゃぶ藤。そこさくの番組 MC でもある土田さんも大阪に立ち寄った際はよく来店するとの情報も。しゃぶしゃぶ富士さんにも藤吉さんのグッズが置いてあります。しかし昔店内に置いてあった藤吉さんのグッズが盗難されたとの悲しい事件も。今後このようなことが起こらないように気をつけたいですね。セイミヤレイ。実はあまり知られていないかもなのですが、セイミヤレイさんの親御さんも飲食店を経営しており、お店の名前はおにぎり沢の。こちらのお店は埼玉県熊谷市にあり、セイミヤさんのお母さんが経営しているらしいです。パワフルな印象のあるセイミヤさんとおにぎり、とてもフィットして可愛いですね。架橋さやか。架橋さんの実家は魚料理魚屋というお店を経営されているようです。岡山県井原市にあり、架橋さんのグッズもたくさん置いてあります。とても美味しそうな料理を提供しており、画像を見ているだけでもお腹が空いてきますね。実はさらに広島県にボトムステーキというお店を2店舗経営しており、架橋さんの可愛らしい直筆メッセージが置いてあります。近くに行った際はぜひ寄ってみてください。以上、実家が飲食店のメンバー紹介でした。もしよかったらチャンネル登録お願いします。